繰り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。芦田橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお、自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。本当に始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。ほうれん草じゃなくてどれ？表示を見ろ。装備は肩だ。意識しろ。肩？これのことかな。
避できるか。背後からさっきよりも大型の D が近づいてる。どこに？冬坂君、15番の後部排気システムにダメージが。ただ、なんだろう、この感じ。帰ろうぜ、十郎。芝君。どうしたよ、しけたつらして。時々ふっと感じちゃうんだ、不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。芝君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。映画といえば持ってきたよ、借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつもう見たのか、早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。ジューロ好きだよな、巨大ロボ。返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど。すっかり映画マニアだな。ビデオ見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし。そりゃビデオ症候群だぜ。そのうちビデオと現実の区別がつかなくなる。あったね、そういう映画。冬坂さん、また寝てるな。もう放課後だし、起こした方がいいのかな。そういえば昨日見た映画、女の子がロボットに乗ってたな。うさみちゃん、帰ろっか。あー、ごめん、この後待ち合わせてて。もしかしてそれってレンジ君でしょう。いや違うって。待ち合わせの相手、男っちゃ男だけど。いおりちゃんも例の彼がいるし、みんないつの間にか男の子と仲良くなってて、なんかずるい。落ち着くんだ、美和子。美和子、ちょっと待って。なんか用？いや別に。で、話は戻すけど。そんなことより例のビデオレンタルあったぜ。あの映画本当？借りるんだろ？もちろん。あっ、しまった。ちょっと待ってろ、すぐ戻る。芝君は元気だな。待ってろってどこへ行ったんだろう。あの映画はマイナーで今ではなかなか手に入らないんだ。
寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。冬坂さん、起きなよ。あれ、もう授業終わったよ。黒部君、ありがとう。よく寝てたね。私今またおかしな夢見てた。君がいる夢。え、僕がいる夢ってどんな夢？それは。おい、まずいぜ十郎、網口のやつ教室にいね。あれれ、どういうこと？お二人さんいつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ俺を気にせず続けろよ。ごめん冬坂さん、また今度聞かせてよ。そうね、先に帰るね。うん、また明日。私もそろそろ行かなきゃ。しょうがない、一人者は寂しく帰るよ。あんたごめん、今度はクレープおごる。ちょっとどいてくれる？ごめん。前の教室の景色も好きだったけど、新しい教室も嫌いじゃないな。校庭よく見えるし。なんだよ、からかったのは悪かったけど、秘密にしてるお前も悪いじゃん。あれくらい熱中できたらきっと楽しいんだろうな。それより網口だ、奴を早く捕まえなきゃ。また網口くんの家に行く気だったの？あいつんちのテレビゲームが俺を待ってるからな。だけど困ったぞ、あいつ約束しないと家にいないもんな。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、自室には最新のゲーム機が全部揃ってる。網口くん、いつも何か買って帰るからまだ学校にいると思うよ。学食か、そういえば休憩時間にも学食で見たな。学食行ってみるぞ、早く準備しろ。クラベ君、あのクラベ君。何沢渡さん、教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕が？クラベ君、今週の終盤です。そうだっけ。プリントってこれ？そうです、お願いします。ごめん、僕行けないよ。このプリントを先生のところへ持っていかないと。なんだよ、しょうがねえな。何はともあれ網口だ、俺は先に学食へ行く。カバン持ってけ、後で学食来いよ。失礼します。先生いないのか。プリントどうしよう、この辺に置いとけばわかるかな。ん？先生の机の上に僕の写真？何の書類だろう。
ちょっと見るだけなら。泉十郎、写真は僕だ。名字間違えてる。僕はクラベなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。投薬あら、クラベ君。どうしたの？先生、プリント忘れたでしょ。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。芝君が待ってる。学食へ行かなきゃ。そうだ、クラベ君、体の調子はどう？調子って？つまりそのドキドキしたりめまいがしたり頭痛があるとか。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風邪が流行ってるから。こんな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ、結構です。そう、僕はこれで。まだ何か用かしら？先生、網口くんを見かけなかった？1年の網口くん？さっき校内見回りしたけど見てないわね。そうですか。お、まだいた。芝くん、どうしたの？網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえからビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ？ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ロボットとか怪獣好きだよな、十郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第1作目の作品だ。ゲーセンはパス。今柄悪いじゃん。ゲームあったら家で遊べるのにね。それ弟が親に使ってた脅し文句だよ。不良かテレビゲームかどっちがいいんだって。三浦君、知り合いか？手順は間違ってない。なぜ動かない？三浦君。十郎君、どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。気分でも悪いの？平気だ。あ、おでこのそれ光ってなかった？すまない、触らない方がいい。なんだこれ。お、僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵伝送。君も騎兵の？
違う、映画のロボット。バカ何やってんだ、戻せ、送り返すんだ。あれ僕のせいなの？沖野のコードか、強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれはまずいな。君は？仕方ない、とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君、夢のせいで深刻な寝不足だわ。遅刻、あいつだ。おい大丈夫か？どこも怪我はないようだが、ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。君は？いけない、朝礼始まっちゃう。似ているの？彼女が落としたのか？生徒手帳だ。1年冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。先生睨んでたわよ。ほんとあれだけ堂々と寝てたらね。私キサラギ、キサラギトミ。あ、沢渡です。私は冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの？覚えてない。高校生活開始早々に印象悪いな。よろしく。こちらこそ、キサラギさん。うさみでいいよ、あだ名だけど気に入ってんの。私もイオリって呼んで。じゃあ私もミワコで。おっとりしている親友のミワちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。私の前の席に座るうさみちゃん、赤いメガネにおさげの少し変わった女の子。うさみちゃん、中学どこだったの？ああちょっと遠いとこ、普通よ。ふーん、やっぱり気になる。うさみちゃん、何？ゴート先輩と仲いいの？ゴート？いや別に。なんで？女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。あいつが？そうなのか。あれがね、廊下で親しそうに話してたから。いや全く趣味じゃないし、単なる知り合い。そっか。あれ？おでこ赤くなってるよ。机で寝てたからじゃない？ああこれは多分朝来るとき人とぶつかって。あれ顔が赤くなった。え、何かあるわね。実はぶつかったのがちょっと素敵な人で、思い出したらなんだかドキドキする。それは一目惚れよ。そうなの？そう、運命の出会いに間違いないわ。そうなのかな、これって。
なんだろう、やっぱりドキドキする。ちゃんとお話しすればよかった。制服も違ってたし、ここの生徒じゃないのかな。今日帰りに寄るでしょ。さっきの彼のこと、もっと聞きたい。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできたのよ。クレープか、いいね、行こう。いつも眠そうだけど、夜更かしでもしてるの？そういうわけじゃないんだけど、変な夢ばかりで、夜中に何度も目が覚めちゃって。変な夢って？ぼんやりとしか覚えてないんだけど、昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて、何か大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよね、ここ。あら、夏乃ちゃん、壊しちゃダメじゃない。壊してません。照明も裸電球だし、こんな古い木造校舎、今時めったにお目にかかれないわ。この古い校舎って、入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎なんでしょ？本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だって聞いたよ。そうなんだ、築40年超えか。なっちゃん教室隣でしょ？いいじゃない、顔見に来たのよ。友達？うん、夏乃ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏乃ちゃん、こちらうさみちゃん。きさらぎです。南夏乃です、よろしく。南さん、こんなところに。見つかったか。他のクラスに入り込んで、次の授業の準備を先生に言われてるでしょ。わかったわよ。あ、そうだ、前に行ってた猫、今学校で見たよ。え、どこで？理科室の裏あたり。南さん。はいはい、今行く。その猫ちゃん知ってる。黒くてお腹白い子だよね。美和ちゃんも見たの？学校でよく見るよ。へえ。ずるい、私まだ見たことない。理科室裏か。よし、ちょっと行ってくる。よく寝たせいか元気だね。いないな、どこだろう。彼のことを考えるとドキドキする。一目惚れしちゃったなんて笑われないかな。あ、見つけた猫ちゃん。こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った？どうして？分かってるだろう。黒部くんと網口くんだ。俺たちの関係は普通じゃない。網口くん、なんだからしくないよ。聞けよ、俺もこういうの初めてなんだ。お前は感じなかった？もっと確かめ合いたいんだ、付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。あ、冬坂さん？あ、冬坂？あの、その、
愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え？続きをどうぞ。待って、何か誤解してる。俺たちがそういう関係？面白いなそれ。誤解だよ。僕たちが話してたのは夢の話なんだ。夢？毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから眠い。夢の話って？うん。最近さ、妙な夢を見ることが多くて、見るたびに全然違う夢なんだけど、どうも時系列がばらけているだけで繋がってるみたいなんだよね。え？驚いたことにクラベ君も似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど状況も設定も一緒で、俺は夢を共有してるんじゃないかって。僕は映画の影響だと思うけど。確かにクラベ君と知り合ったのもレンタルビデオ屋だったしね。でもなんか違うんだよな。テレパシーでつながっているのか、そうじゃなければ未来のビジョンか。はあ、未来の。そんなわけで、ともかく夢を見たら確認したいって話していたんだ。突拍子もない話で呆れちゃった？いや、そのそうだったのかと思って。ほら、私てっきり。授業始まるな。続きはまただ。教室に戻ろう、風坂さん。それまで D を可能な限りターミナルに近づけるな。やってみます。
警告、 D 信号接近、攻撃圏内、迎撃態勢、戦闘情報処理開始。麓でも騒ぎ始めたようだ。急いでここを離れねば。おや、転移装置のアクセスキーを変えたな。無駄なのに。キリコさん、つけていたのか、肘山君。きっとこれは何かの誤解です。あなたがスパイだなんて。ドージ博士ならそう言うだろうな。なぜ逃げたのです？秘密を盗んだ嫌疑で憲兵があなたを探してる。博士の娘がスパイ行為などするはずがない。残念ながら娘じゃないんだ。本物のドージキリコは東京にいる。え？だがスパイ呼ばわりは心外だ。騎兵の機密なんか盗む必要がない。騎兵を作ったのは僕なんだから。本気で言っているのか、自分が騎兵を作ったなどと。突拍子もない話だ。あなたが作った？ああそうだ、あれをエディタで起こして自動工場に発注したのは僕だ。あなたはきっと気が動転してるんだ。僕が連結素子を君の頭に埋め込んだ。麻酔が効いていたし覚えてないか。交渉へ来るのは博士の使いだとおっしゃっていた。理由がなければ怪しまれるじゃないか。どうしたと言うんです？あなたに何があったんだ？実に君らしい反応だ。ドージ博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ。本物ではないなんて。
本物がここにいないならあなたは誰だというのか。説明したって信じやしない。それとも君の僕に対する感情は本物かどうかが重要なのかい？それは君は愚直だが見どころはある男だ。何を一体？名残惜しいってことさ。ちょうどキーの解析が終わった。それじゃあここでお別れだ。キリコさん消えた。そんなバカな。あの一瞬で神社裏の参道を逃げるのは無理だ。キリコさんはどこへ？誰かやってくるぞ。あいつは交渉に忍び込んだ。素性の怪しいやつだ。しかしもし彼女の仲間だとすれば行き先を知ってるかもしれん。木陰に身を隠して様子を見よう。時坂神社。少し前に沖野の店員履歴がある。今すぐ追えば捕まえられるか。設定はセクター4、1984年。観念しろ、逃げられんぞ。肘山スパイめ、逃げられると思うなよ。ここで何をしていた？行ったところでお前は笑うだけだ。正直に話さないと痛い目を見るぞ。ここから別の時代へ行くんだ。貴様頭がおかしいのか？この男出まかせに時間を旅するなどと言い出した。冒険科学小説じゃあるまいに。同時キリコを知っているか？ああ、やはりあいつは同時キリコなんて名じゃない。それは本当なのか？彼女もそんなことを言っていた。彼女か。うまく化けたよな。奴は沖野司、女装した男だよ。出まかせを言うな。そんなわけがあるか。とても信じられん。同時キリコは女装した男で、本当の名前は沖野司。別の時代か。もっとまともな言い逃れをしろ。お前の言う同時キリコはここで転移して未来へ逃げたんだよ。ごまかされんぞ。もう邪魔するな。俺は奴を追う。ほう、居場所は知っているんだな。どこだ、案内しろ。巻き込まれるぞ。下がれ。転移する。時間旅行か。できるもんならやってみろ。どうなっても文句を言うなよ。島さんに呼び出されてビビっちまったんですよ。逃げやがったが、口ほどにもねえ根性なし野郎だ。待てやこら。なんだ、ざけんなこら。人に肩ぶつけといてただで済むかい。詫びんかい。ぶつかったか。そりゃ悪かった。はあ、悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ、金ならないぞ。和島さん、こいつ近頃噂になってる学ラン狩りの野郎です。何？確かにこいつが来てんのはうちの学ランだ。貴様らあいつらの知り合いか？
何しろここでは天涯孤独の身、衣食住にこと書いてな。服と金銭の提供は誠に助かる。親切な仲間に礼を言ってくれ。じゃあな。おい逃げんじゃねえ、こら。焼きそばパンがまだ一口も食ってないのにこの悪垂れ目なんてことしやがる。なんか文句あんのか。痛い目見んとわからんようだな。おおめらやっちまえ。けらすいませんでした。バンは弁償しますんで勘弁してください。食い物を粗末にするやつは許さん。特に焼きそばパンはな。なんだこりゃ、怠慢つって呼び出しといて何やってんだ和島。なんだ貴様、こいつらの仲間か。俺はさくらの尾形年次だ。何人の喧嘩に割り込んでんだこら。てめえ知ってるぞ、学ラン狩りの肘山とかいう。肘山隆俊だ。俺はいらんと言ったがぜひにと言うから借りてやった。なくさ悪いぜ。調子こいてんじゃねえぞ。調子に乗っているのは貴様だろう。相手を見て口を聞けよ。上等だこの野郎、遊んでやら。来やがれ、はあ、やれやれ。後悔しても知らんぞ。来やがれ、ほら来いよ。なんだ、すっかり昭和60年に馴染んでるじゃないか。様子を見に来る必要はなかったかな。あの顔、あの声、まさか。待ってくれ。てめえ喧嘩の途中でどこ行く気だ。畜生、どけ。間もなく夜明けか。この辺りで見失ったんだ。近くにいるはずだ。あの野郎の蹴りまだ効いてやがる。根性あるやつだったな。随分手こずった。鍵がかかってる。キリコさん、一晩中探してたんだ。相変わらず無鉄砲だな。騙されないぞ貴様、そんな格好で。そろそろ来るかなと思ってたから、君の分も朝ごはん用意してあるよ。半年も探していた。言いたいことは山ほどあるんだ。焼きそばパン買っておいたよ、昨日食べ損ねたでしょ。焼きそばパンか。いや、ごまかされんぞ。元の時代に戻せ。なんと言おうが無理にでも連れ帰る。嫌だと言ったら力ずくで僕を押し倒す。ふざけるな。貴様本当は男だろ。ここで確かめてみるかい。言いたいことというのを聞こう。ん？とても信じられん。同時キリコは女装した男で、本当の名前は沖野司。本当は沖野司というそうだな。男のくせに女装なんて。僕に告白しておいて
その言いざまは納得いかないな。生白い僕があの時代で生きるには丸坊主になるよりこっちが似合うだろ。それならなんで今その格好なんだ。君が喜ぶかなって。な肘山君は面白いな。この方が都合がいいんだ。僕が生きているのを秘密にできる。なぜキリコさんに。ドージキリコだと身分を偽った。ドージ博士は了承してくれたよ。彼は四季島における技術研究の始祖だ。彼の功績で四季島は戦後飛躍的な進歩を遂げる。未来の技術を僕が教えたせいかもね。なぜだ。なぜそんな取引をする。騎兵だよ。騎兵で何をするつもりだった。あれがあそこに現れたのは単なる事故だ。あれが昭和20年の技術で作れないのは理解できるだろう。もちろん40年後のこの時代でも無理だ。もっとずっと未来の全てが自動管理された工場で作られたものだ。君にも分かりやすく言うなら事故で故障したんだ。戦えるように現地で直す必要があった。米軍と戦うためじゃないのか。何と戦うつもりなんだ。ともかく俺は戻らなければならない。騎兵計画を成功させれば敗戦を防げる。見どころはあるが君はやはり愚直だ。何とでも言え。貴様が何者であろうと必ず連れ帰る。各都市の空襲、沖縄、広島、長崎であれほどの被害を出すわけにはいかない。図書館で調べたのか。土手に住んで日雇いで生計を立てていたり。君は意外にもたくましいな。ずっと監視していたのか。一つ提案があるんだが、僕はこの1985年でやらねばならない仕事があるんだ。それが終わるまで待ってほしい。いや、手伝ってほしいな。これは君にも無関係じゃない。全て終わったら君の言うことを何でも聞くよ。どうかな。な、何でもだと。いや、俺と一緒に戻るんだな。それが望みならゆっくり考えてくれ。ここの2階が僕の拠点だ。どこへ行く。学生服を着ていくところは一つだよ。そうだ、焼きそばパン机の上に置いてあるよ。ほら、お腹が鳴ってる。昨日から何も食べてないんでしょ。鍵は開いてる。食い物でごまかされんぞ。痩せ我慢せず取ってきなよ。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは。焼きそばパンは認めざるを得まい。やつめ、どこへ行った。食い物であしらわれたか。焼きそばパンだからな。それも仕方がない。それでは一口。うまい。このソースの甘辛さが、たまらん。制服を着ていく場所、学校か。学校に何の用があるんだ。ともかく沖野を探そう。このまま逃げられてはかなわん。母校にでも行ってみるか。やはり騎兵は驚くべき兵器だ。これを本土防衛に投入できれば結果も変わろうに。
そんなことを言っているのか、肘山君は。打ちてしやまんだ。大木の、次はどこだ。気が早いな。まだ終わってないよ。増援か。怪獣がそこら中から集まってきてるな。ドローンをもう少し出して、索敵範囲を広げておこう。いいぞ。暴れるのは俺に任せておけ。見えるか。問題なのは後ろにいるジーモーラーだ。ジモラ、あのでかくて丸いやつの名前か。ジモラじゃない。あれはジーモーラーといって、まあいい。ジーモーラーは掘削型のダイモスだ。あの丸い背についた回転刃を地面に当てて地下へと掘り進む。ターミナルへの道をうがつ侵略の要だ。見過ごすな。あんなとろくさいやつ、俺の拳で一打ちだ。高圧力に耐え、どんな岩盤も砕くような奴らだ。甘く見てると君が一撃だぞ。あれが奴らの狙う場所か。そう、地表から最もターミナルに近い地点だ。君の乗る第一世代型の騎兵なら機動力を活かせる。怪獣を倒しながらあそこへ行けるかい。やれってことだろ。突撃だ。この俺が弱気になっているとはな。
範囲内の指定された目標だけを機能停止させた。すごいな、これは。もっとバンバン撃ちまくってやろう。それは無理だよ。だが他にも機能がある。解析しよう。訓練通りというわけにはいかんな。打ちのめす。どうだ、くたばったか。人生ってのはままならんな。人生ってのはままならんな。12番機移動するぞ。訓練通りというわけにはいかんな。まずは打ちのめ。よし、出直してこい。自壊させた。効果てきめんだな。こんなものがあるなら先に言え。騎兵も出番いらずだ。起動まで時間がかかる。それまでにやられれば終わりだ。そしてこのターミナルは封鎖されて二度と戻らない。それは何かまずいのか。私はゴートレインヤ。君はセクター5の適合者だな。誰と交信している？面倒だ石山くん、内緒で頼むよ。いや、俺一人だ。騎兵信号を確認。別の場所でも騎兵が起動している。17番と19番だ。稼働できる騎兵は何体あるんだ。なんとかなったな。南さん、なっちゃん、二人で真剣な顔して何話してんの？別にそんな。昨日見た夢の話、たあいない話よ。何何？どんなの？いや本当、なんか映画に感化されたかなって話してただけだから。そうそう、昨日頼まれたビデオちょうど持っていこうとしてたんだ。本当？やったー、これこれ、助かるわ。先週の UFO 特番、野球の試合延長でうまく撮れてなくて困ってたんだよね。 UFO の最新情報を衝撃映像でまとめたテレビの特別番組、録画があってよかった。昨日借りたビデオまだ見てないんだ。ちゃんと見てよね、 EXT 名作なんだから。私映画館にだって3回も見に行ったよ。あれを見ずして宇宙人語れないよ。宇宙人語る気はそこまでないけどね。特番ありがとね。お安い御用だよ。地球に取り残された宇宙人と幼い少年が心を通わせる SF 映画、1982年に公開された名作よ。また UFO マニアって呆れてるでしょう。そんなことないよ。これ見れば絶対わかるから。すでに彼らは地球に来ているのだ。タコみたいなのが攻めてくるんでしょ。何言ってんの。それは H.G. ウェルズの創作小説宇宙戦争に出てくる火星人よ。なっちゃん、この手の話になると止まらないからな。将来は NASA に行って絶対本物の宇宙人を見つけるんだから。
じゃあもっと英語頑張らないと。H.G. ウェルズの有名な SF 小説、タコみたいな火星人がトライポッドという三本足の兵器で地球を侵略するというお話。ビデオできるだけ早く返すから。いつでもいいよ。じゃあ、うん、また後でね。冬坂さん、次聴覚室。楽しみ。もうみんな行っちゃったよ。家族が寝てからヘッドホン準備しなきゃ。なっちゃん、ゆきちゃん、あれ新しい制服まだ来ないの？ああ、まあそんなとこ。それよりビデオテープ持って何嬉しそうにしてたんだ？ああこれ。なんだよ、教えろよ。ゆきちゃんもきっと呆れちゃうから。 UFO 特番のビデオなんだ、貸してもらったの。それであの笑顔か。なっちゃんはまだ宇宙博士なんだな。変だよね。うんうん。私の知ってるなっちゃんのままでちょっと嬉しい。でも宇宙博士はやめてよ、小学生の時のあだ名じゃない。高宮じゃねえか。尾形、おめえが手出した二学校のやつらがこの辺りまで出張ってきてるぞ。どう始末つける気だ？お優しいことで。何？なめんじゃねえよ。てめえでケツ吹くから心配すんな、タコ。あ？ちょっと、尾形くん、ダメだよ、喧嘩は。喧嘩売り歩いてんのはこいつだろ。ほら、ユキちゃんも。悪かったよ。なんだよ、拍子抜けだ、アホらしい。ユキちゃん。心配いらないって、いつものことだから。それよりまた部活見に行ってもいいかな？うん。おっと、予定だ。教室に戻らないと。また後で。夏のやっぱり早いね。えへへ、タイム縮んだ。あー、今日はほら風あるし、向かい風でちょっと。おい一年先輩、何ですか？マネージャーと今から大会の話しに先生のとこ行くから、悪いけど後片付けやっといて。はーい。あれ、みんな帰ったの？私一人？お、また怪しい人だ。校庭にも 2,3 人いたな。なんだろう、何か探してるっぽいけど。全身黒ずくめの男。まさか、もしかしてあの人メインブラック？宇宙人を監視する機関の男たち。ひょっとしたら UFO がこの辺に来てたりして。 UFO に乗り遅れ、一人残された宇宙人。執拗に MIB に付け狙われる彼を助けるのは選ばれし地球人なんてね。あ、何よ、危ないな。どこの学校だろう、見慣れない制服。
早く片付けしないと。先輩に怒られるぞ。ちゃっちゃとやっちゃいましょう。UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメインインブラック。もうめんどくさいから着替えずに帰っちゃおうか。汗かいちゃったしな。何？うん、何かいる。あれ？これってどうした？痴漢か？着替え中じゃねえのか。ちょっとあんた、何女子の部室に入ってきてんの？叫び声が聞こえたから助けに来てやったんだぜ。黒服の変質者みてえなのがそこいらうろうろしてたからよ。俺はてっきり変質者はお前だバカ者。出てけ覗き魔。なんだよ。おーい。はあ、この展開ってまさか。うっそ、喋った。やっぱりそうよ、あの映画にそっくり。宇宙人？あなた宇宙人でしょ？はあ、なんてこと。私が選ばれたんだわ。こんにちは。驚かせちゃったかな。大丈夫、私はあなたの友達。地球の言葉わかる？私とあなた友達。出てきた。落ち着くのよ。うん、きっとそう。学校にいた黒服の男はやっぱり MIB だったんだ。この子を捕まえに来てるんだわ。何か探してたもの。それなら説明がつく。私が守らなきゃ。地球へようこそ。嘘みたい。ドキドキする。長年の夢がいきなり叶うなんて。あなたは BJ？ 私は夏の。イーラーの下校の称号。夏の。そう、それが私の名前。彼の名は BJ。 文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。失礼なことを伺うけど、それは宇宙服？脳みそは瓶か何かの中かな。夏の記憶される必要。すごいわ BJ。 日本語みたい。喋れるの？ゲート行く。ゲート？あなたたちの言葉は分かんないけど、映画で知ってるから大丈夫。母星に電話するんでしょ？ UFO に救援を頼むのよね。分かってる。友達は協力するよ。ダンサゲート。わー、
あなたたちのテクノロジーね。ここへ行けばいいの？知ってる。学校の近くの神社じゃない。あ、待って、そのまんまうろついたらすぐに黒服に捕まっちゃう。連れて行くにも隠さないと。 BJ が地図に示した地点は学校近くの神社がある場所だ。私のバッグ、これ使えるかも。学校指定のバッグだけど、見た目よりたくさん入るので重宝してる。うん、あの子もすっぽり入るかも。ギリギリ入ったわね。ダメよ、顔出しちゃう。連れてってあげるから隠れてて。つけられてないよね。時坂神社、ここね。昔からある神社だけど、盲点だったわ。まさかこんな近くに宇宙人の関連拠点があったなんて。うん、よし、着いたわよ BJ。 何これ、光ってる。ホログラムってやつ。アクセスコード承認。こんなの映画でしか見たことない。セクター指定。すごい、すごいわ BJ。 あなたって最高に。街がこんなに崩れてるの？まるで戦争でもあったみたい。あ、また。日本時間17時40分、政府発表がありました。現在も世界の主要都市と通信途絶状態です。日本と同じように未知の敵によって攻撃を受けた可能性が高いとみられています。市内各地でも被害が深刻です。未知の敵は湾岸の広い範囲から上陸、桜区霞町方面に向かっているようです。これニュース映像ね。え、霞町って学校の近くよ。ここって私の町なの？あれだけじゃ分かんないよ。見えづらいんですが、わかりますでしょうか。あれが町に突如現れた謎の怪物です。かなり大きな物体です。5、6、7、いや無数にいます。一体あれは何なんでしょうか。異星人の兵器という意見もあります。我々人類の歴史は2064年で終わってしまうのでしょうか。近づいてきました。いよいよ最後です。2064年って未来？80年ぐらい先の時代に来ちゃったの？嘘でしょ。
どこ行くの？
初めてであれだけ動かせれば大したものです。三浦君がいてくれたおかげだよ。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。え、また来た。あいつらどれくらいいるの？まずいな、敵側にも攻撃範囲が広いやつがいる。性能を調べろ、キフ。あいつの情報はどこかにないか。出た、様相破砕型、名称はツインテール。それだけか。来るよ三浦君、攻撃する。待って、別方向に新たな敵だ。いや、この反応は。13番騎兵と15番騎兵だって仲間？イージスを起動する。このターミナルは間もなく封鎖だ。16も騎兵に乗るの？本当になっちゃんだ。助けに来たよ、なっちゃん。嘘、イオリまで。どうなってんの？よく来てくれた16。これほど心強いことはない。起動が完了するまでの間、ターミナルを守るんだ。なっちゃん、一緒に頑張ろうね。大丈夫、ついて。奴らは次のターミナルを狙う。その話が本当なら。
敵の攻撃目標が少なくなるにつれ一時点の戦局は過酷になる。そうだね、戦いはこれからもっと激しくなる。そんな、もう敵はいないのよね。突っ切るの近道だけど今日は失敗だった。ぬかるんでて靴ドロドロ。元気ないけどどうした？別に。また打ち解けられなかったこと気にしてんでしょ。恵はみんなの前だと寡黙だからな。頭いいの鼻にかけてて意地悪そうに見えてるんだよ。実は恵が白馬の王子様を本気で待ってるのほほん娘だって分かったらもっと気軽に話せると思うけど、私みたいに動画上げてカミングアウトしてみたら？それは勘弁して。そういえばトミー歌うまいのね。稲葉ウサギ動画見てくれたんだ。あんなにうまいなんて。帰ったら新作あげるつもり。お？どうしたの？なんか今池の方が光らなかった？車のライトじゃないの？何年ですか？2024年です。2024年、無理やり飛ばされたのか。戦線は崩壊だ。あれではもう。あの、救急車呼びましょうか？君は？私は近くの学校の。次はここが危険なんだ。僕は泉中郎、未来から来た。この時代も奴らに
狙われている。どうしたの？ぼーっとして。1985年にはまだ西側の校舎が建ってないと思って。十郎、君と最後に話したくて。最後？奴らが来る。今戦えるのは13番機だけだから、僕は行かないと。ダメよ、行かせない。あのロボット取り返して一人で戦うつもり？仲間がいても勝てなかったんでしょ。君たちを守れるかはわからないけど、何もしないわけにはいかない。体も治ってないのに。君には感謝している。これでお別れなの？そうでないことを願ってる。めぐみ、大変だよ。泉十郎、あんたの言う通り現れたわ。港に怪獣みたいなのがゾロゾロと。君たちの話をしてある森村という人だ。いざとなったらあの人の指示に従うんだ。薬師寺さん、しっかりしてもらわないと困るわ。森村先生、十郎の容体はどうなんです？泉十郎は忘れなさい。泉十郎はもういない。手の施しようがなかったの。今後は彼と接触しないで。そんな、彼のためなのよ。待ちなさい。十郎、ここがあなたが通ってる学校。僕が？そろそろ保健室に戻りましょう。薬を飲まないとね。待って、彼に近づかないで。彼はクラベ十郎、泉くんじゃない。どういうこと？別人、別の人格として治療しているの。そんな、他に手がなかった。彼もきっと廃人よりマシだと答えるわ。だから近づくのは待って。まだまだ彼は不安定なの。これは彼のためよ。その尻尾、この間の猫ちゃん。しけた面してやがるな。よしよし、騒ぐなよ。一人で騒ぐとバカみたいだからな。猫が喋った。疲れているのかしら。おい、無視するな、失礼だろ。猫が喋ってる。バカ言え。猫が話せるわけないだろ。少しは考えて発言しろ。頭がいいんだろう、薬師寺めぐみ。なんで私の名前を？お前のことは全部お見通しだ。心の声で俺を呼んだろ。心の声？
お前のその願いを叶えに来てやった。泉十郎を救いたいと願ってる。図星だろ。俺が叶えてやる。あいつの記憶を戻してやるよ。疑ってるな。当然だ。甘い話には大抵裏がある。もちろんこれは取引だぜ。その代わりと言っちゃなんだが、俺の手伝いをやってもらう。俺と契約した後でな。なーに、未経験 OK の簡単なお仕事さ。お得にもそれで十郎が救えちまう。もし仮にこれが夢や幻でもなく冗談でもなかったとして聞くけど、具体的に私は何をすればいいの？俺は滅んだ異世界から来た。その世界を滅ぼしたのはダイモスコードという古代文明の遺産だ。たちの悪い呪いみたいなもんだが、それがこの世界にもまかれちまってる。コードを全て探し出し何とかする。それが俺の使命で、お前の簡単なお仕事さ。簡単なら自分でやれば。おいおい、本気か？猫だぜ。猫に世界の命運託す気か？どうせしくじればお前も死ぬんだ。契約しなきゃ損だろ。猫と契約、魔法使いにでもしてくれるの？どういういたずらか興味あるし、犯人も知りたいから。今日の放課後、少しなら付き合ってあげてもいいわ。いいぜ、バカにしろ。こっちは大真面目だってのに。何でもすぐ鵜呑みにするアホじゃなくてよかったってことで、今日のところは引き下がってやる。お前は絶対契約する。時間の問題だ。もしも本当に十郎が救えるなら、悪魔とだって契約してもいい。
用の騎兵ならきっと。生き残るのよ。一丁やるか。これでどう？
が消えた。どうなってるの？イージスの軌道を確認。そのエリアはもう安全だ。あいつは確か1年上のゴーとレイヤ、未来人よ。私のとこよりもっと未来のね。めぐみ、この戦い終わったら一緒にクレープ食べよう。学校の近く、私いい店知ってるんだ。絶対行くよ。私薬師寺、区域を移動しろ。 D が進路を変えた。学校の奴らじゃないか。何やってんだ。もう我慢なんで。いいから面かせ。やあ和島、ナンパか。網口、シャシャンな嘘ろや。女の子脅してみっともねえぜ。誰が脅されただ？あ？おめえら、つるまなきゃ何にもできねえのか。そいつは仲間じゃねえ。通称にがくりの竹、にがくり工業高校の不良をまとめる一人だ。邪魔すんじゃねえ。俺はいつでも女の子の味方だぜ。こいつがそんな可愛い玉かよ。ガミネの高宮だ。お前らを一人でやったってスケバン？まさか。そこの三人のしただけだ。けじめをつけさせてもらう。女なんぞに舐められたまんまじゃ示しがつかん。アミグスだ、よろしく。ナンパ野郎は引っ込んでな。口の減らねえ女だな。さあ来い。てめえ。おい待てよ。引っ込んでろアミグチ、おめえには関係ねえ。何の真似だ。可愛子ちゃんは全て俺に関係あるのさ。見口、こっちだ。逃げるぞ。お前あんなことして大丈夫なのか。何が。和島、ボクシングもやってんだぞ。まずかったかな。じゃあ命がある間にさ、高宮さんの下の名前を教えてよ。ふざけたやつだ。何？聞こえない。ユキ、高宮ユキだ。俺は桜の網口衆。え？何？私の転校先だ。本当に？運命だね。このままお茶でもどう？もういい、降ろせよ。行くとこあるんだ。送るよ。電車で行く。いいからさ。どこへ行けばいい？強引だな。葵にある四季島ビルの交差点。知ってる。五行通りだろ。何にもないビジネス街だぜ。バイトか何か。質問攻めする気なら降ろしてくれ。じゃあその辺はおいおいで。飛ばすからしっかりくっついて。とりあえずありがとうかな。でもひどい運転だった。彼氏とかさ、いたりするかな。いるかそんなもん。そっか。学校にはいつから。転校は来週だ。来週が待ち遠しいね。あんな可愛い子が二学校の奴らを病院送りにしたなんて、今までにないタイプだ。とんでもなくまぶい。正直惚れたぜ。
なの？やっぱり森村先生だ。敷島のビルに入っていった。敷島重工って言えば船や飛行機作る会社だろ。なぜ保健室の先生が。98式二脚車両は距離を詰められたら手も足も出ないな。腕でもついていればまだ対応できた。奴らを打ちのめす力強い腕が。キサラギさんたちは指示通り転移ゲートで脱出できたかしら。ここからだとゲートは遠い。僕たちは間に合わないね。諦めないで。そこの98式を見てくれる？整備用ハッチを開けて準備を手伝って。もう戦っても無理ですよ。逃げるのよ。あ、そうか。この時代に98式を転移させて配備した。こいつは転移装置にリンクできる。脱出にも使える。転移設定は入力済みよ。自律制御を外して手動に切り替えて。どこへ行く気です？動かすのに動力が足りないの。向こうの98式から確保する。電源を直結か。いけそうだな。やられてるのは足回りだけだ。最後の中枢が制圧された。私たちの負けよ。でも終わりじゃない。聞いて、動力はあと少し。準備でき次第すぐ転移して。何を言ってるんだ。もう戻るほど時間はなさそう。スミレ橋の上にいる16年前の私に説明して。伊田君なら次こそ。森村先生！違うけど、やっぱ森村先生だよな。廃墟にロボット、謎の美人先生か。まるでアニメにハマった子供の見る夢だ。でもさっきまで立ってた場所みたいにはっきり覚えてる。テレビなんてつけたっけ。こんな深夜に歌番組やってんだ。なんだろう、このフレーズ聞き覚えがあるな。歌ってるのは新人アイドルか。勝手にテレビが。そうかな。やっと君を見つけた。ドラマ？変な番組。君をずっと探していたの。お願い助けて。網口な、シュウ、君にしか頼めないの。シュウ君。嘘だろ、ドッキリか何かか。いいえ、番組なんかじゃない。シュウ君、私がテレビを介して君に話しかけてる。私を助けて。ダメだユキちゃん、
周りは怪獣だらけだ。指図すんな。なっちゃん探すのが先だろ。待って、何か現れた。騎兵だ、22番騎兵。22番機移動を開始する。上空の騎兵は網口シュート、君は高宮だな。なんだゴートか。ターミナルに自己防衛させる、手伝ってくれ。知るか、勝手にやれ。私はなっちゃんを。あ、つながった。ゆうきちゃん、私だよ。なっちゃん無事でよかった。でもやっぱり乗ってる。危ないって言ったのに。そっちに助けに行くから待ってて。ダメ、こっちは怪獣だらけで危ないよ。ゴート、なんとかする方法今すぐ教えろ。手伝ってもらえそうで何よりだ。何か飛んでるぞ。あれも敵なのか。こっちでも確認した。飛行型のダイモス、ハンターだ。ダイモス、ハンター。我々が乗る第4世代型騎兵と同様飛行する。近接攻撃は届かないし、対地用のミサイルでは狙えない。対空に対応する兵装は限られそうだけど。網口くん、メタチップさえあれば大丈夫。騎兵の機能を拡張し、新たな兵装を解放できるんだ。小難しいことは面倒だ、全部蹴り落としてやる。危なっかしいな。どうしたものか。これでどうだ。足手まといを頼むからうまく動いてくれよ。くたばっちまいな。決まったか、スクラップだ。俺たち勝ってるのか。サラヤ、よし、一応上がり。喧嘩なら負けねえんだが。二手から来るぞ。なんだか強そうなのも混じってるな。数は多いが、落ち着いて冷静に対処すればきっと。頭数だけで私に勝てると思ってんじゃねえだろうな。ああ気を緩めるな。これでどうだ。きつい役回りだぜ。20番機どうすりゃいい。俺たち勝ってるのか。守れ。怪獣だ。ここは危険だ。やったろうじゃねえか。ここよし、片付いたぞ。当たったか。さらや、バッチリだ。
けにしやがって。ほらよ、どうだ、喧嘩する相手を間違えたね。場はないか。やつはどこだ。待て。お前たちはもちろん俺を知っていて追ってるんだよな。関ヶ原 A、 我々から逃げられると思うな。関ヶ原、なぜ俺を追う。答えろ。死にたいようだな。待て。お前が別次元から来た人間だからだ。別次元？ふざけるなよ。きちんと教えろ。無駄な抵抗はやめて投降するんだ。喋る気がないならそれこそ時間の無駄だな。別の次元なんて本気で言ってるのか。だが俺には否定する根拠も確信もない。過去の記憶がないんだからな。他に後をつけてくる気配はないな。追ってきたのはこの男だけのようだ。よし、生きてるな。ちゃんと銃のパワーはスタンモードだ。しかしお前たちは何者なんだ。パワーをセーブすればあと 2,3 発は撃てそうだ。この銃は確かにここでは異質に感じる。別次元から持ってきたのかな。パワーを低く設定すれば相手を殺さずに済む。不思議だ。俺はこの銃の扱い方がわかる。関ヶ原 A。 ダメだ、何も思い出せない。だが俺をそう呼んだ。関ヶ原 A、 覚えのない名だが、どうやらこれが俺の名前らしい。何か手がかりになるものを持っていないか。ポケットに手錠、それとこれは通信機。でかいな。あとは財布ぐらいか。悪いが通信機と財布は借りていく。中は金だけか。ありがたく使わせてもらおう。2日何も食っていないからな。しかし奇妙だ。千円札も五千円札も知らないデザインで500円の紙幣まである。そして硬貨には全部昭和の刻印か。高級な革財布、中には紙幣数枚と小銭が少し。カード類はなしか。ここで使うのはまずい。この機器の通信範囲はせいぜい 1,2 キロだろう。
黒服の仲間は近くにいるということだ。こちらから発信すれば俺が近くにいることを奴らに教えてしまう。古い型の送受信機、いわゆるトランシーバー。通信範囲はそれほど広くなさそうだ。交通機関は張られている。川沿いを行くか。その前に何か腹に入れよう。2日前路地裏で目覚めたあの時からずっと逃げ回ってろくに食ってない。ここはどこだ。なぜこんな場所に。何も思い出せない。なんだこれは。銃か。どうして俺がこんなものを。本物なのか。なんでこんなものを俺が持っている。記憶がない。どうしてこんな場所にいる。自分が誰かもわからない。おい、あんた大丈夫か。息をしてない。一体何があったんだ。ダメだ、全く覚えていない。まさか俺がやったのか。腹部から出血している。死因はこの銃創と見てまず間違いないだろう。この女性と俺は何か関係あるのか。俺が銃を持っていて傍らに女性の死体。撃ったのか俺が。俺が倒れていた場所だ。薬か。俺の持ち物の可能性は高いな。そうだ、あの死体の所持品に手がかりがないだろうか。蛍光 NMC0204 とラベルに印刷されている。プラスチック製のボトルの中は空っぽだ。スカートのポケットに何かある。数字の羅列が書かれた紙。周囲に他の手がかりはないか。他には何も持っていないな。折りたたまれた紙には2列の数字の羅列が。4436853214。何の数字だ。何かのパスワードか。ここには何もなさそうだ。自分のポケットを調べてなかったな。手帳、生徒手帳と。これは鍵か。持ち手の部分にエンブレムがある。車の鍵だろうか。これは俺の生徒手帳じゃない。桜高校1年 B 組、冬坂伊織。冬坂、顔に見覚えがある。関係は思い出せない。だが妙な気分だ。親しい人物か、もしくはその逆か。桜高校の生徒手帳だ。俺の手帳じゃないな。写真は女学生だ。1年 B 組、冬坂伊織。封筒が落ちている。これは関係があるものか。中身は濡れてないようだ。封筒の外側には特に何の表記もない。中に書類が入っている。中にはプロフィールとメモが一枚だ。森村千尋、職業教員。メモは手書きの指示書だ。確保できぬ場合は射殺せよ。森村の書類と同封されていたメモだ。確保できぬ場合は射殺せよと書かれている。森村千尋31歳、
桜高校養護教諭、四季島の兵器開発に関与、重要人物とある。森村千尋、間違いない。撃たれているのはこの女性だ。この辺りだ。そこを見てみよう。誰かが来るぞ。言い逃れできる状況じゃない。向こうから逃げた方が。その裏路地も調べよう。こっちからも隠れなければ。これはひどいな。奴はどこに行った？銃を持っている。危険だ。発砲も許可が下りた。速やかに処理しなければ。遠くに逃げられては厄介だ。本部に連絡してここは処理させる。頼む。我々は交通機関に先回りしよう。どうやら俺を探してるようだ。状況から見れば俺が犯人だ。なぜ覚えていない？ともかくはっきりするまで捕まるのはまずい。これからどうすればいい？このまま記憶が戻らなければ俺はどうなるんだ？おい。なんだ？こんな寂しいところはかえって目立つぞ。人が多い場所へ逃げろ。仕組みはわからないが、あいつら、あんたの居場所がおおよそわかる。君は何者だ？あんたに預かった荷物を返しに来た。俺の荷物？あそこに置いといた。君は誰だ？俺を知っているのか？ダメだ、何も聞くな。こっちもヤバいんだ。詮索はなしだ。荷物を確認しろ。じゃあな。俺の荷物だって。いや、こんなメッセージどう思うだろうな。芝居がかって悪いが、そうも言ってられない。見てわかるな。俺は関ヶ原へ。お前だ。予測通りの状況なら、俺は記憶をなくした自分に話しかけてる。時間がない。重要な点だけを伝える。そこはお前の世界じゃない。別世界から来た人間だ。この世界には一時的な滞在の計画だったんだ。だが事故があった。それなりに深刻な。何人も囚われて戻れなくなっている。俺、つまりお前もその一人だ。悲観するな。脱出する方法はある。だがここでは言えない。わかるだろう。この記録も奴らに見られる。別の場所に隠した。俺にはわかるように隠したつもりだ。探してくれ。ともかく捕まるな。脱出できなくなる。俺を信用しろ。選択を誤るなよ。こんな話信じられるか。だが黒服も同じような話をしていたな。ともかくここから移動しよう。さっきの少女が言ったのが本当なら、ここにいては危ない。敷島の施設から勝手に動かしたのか。これは私の騎兵だもの。
系が転移するぞ。すぐ近くだ。ずいぶん賑やかだな。エイカ、関ヶ原、お前も来たのか。それにその騎兵は。動く騎兵なら何だっていいだろう。無駄口叩く暇はないぞ関ヶ原。俺は先に行く。待て、まだ動くな。みんなでバラバラに戦って勝てるものではない。いいだろう、指揮しろ。この中で指揮経験があるのはあんただけだ。攻撃と防衛にチームを分けて行動する。攻撃チームは私と関ヶ原、東雲、比べ、肘山、三浦。残りはイージスが起動するまでターミナルを死守する。イージス作戦、本当にやっていいんだな。僕たちは戦力も残された時間も少ない。使えるものは総動員だ。そうだろう。無事か。